こんばんは。ドマさん、アザラシ、アザラシ、ありがとう。明日か。22日ね。なるほど。あれ、明日はさ、あ、ツインテールって2月2日よね。そうよね。あれ、明日はいい夫婦の日やない？いい夫婦じゃない？嬉しいことあった。何？ヤス1983さん、かわいいくまちゃんの何かありがとう。なぜか今755の通知来ました。755？ めっちゃ遅くない？めっちゃ遅いよね。もうすぐショールーム配信始めますってさ、さっきやったのに。なんで？こんちゃび、久しぶりやない？チャビンソンさんポニテ推奨委員会ですって。でもあのサーノのストーリーとか見てもらったらわかるけど、あの多いよね。ポニー多い気がするわ、本当に。うん、いいツインテール、あ、いいツインテール。なるほど。ああ、よかった。ゼミすごい。ゼミの、今度公園行くからユニフォーム置いてこようかな。あ、嬉しい。待ってる。ストーリーでしかしません。動くポニーは天然記念物。そうね、天然記念物だから、まあそうだよ、毎日は見るってこと。そう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 、そういうことよ、そういうことよ、そういうことなのよ。そうだってさ、毎日見れるよりさ、たまにさ、自分が思いもよらんやった日にさ、今日ポニーやんって思った方が嬉しくない？ね、トゥトゥトゥ、学年で1に争うくらいの人気の倍率の高い先生、すごい、え、嬉しいね、そういうの。お疲れ様んごー。うん、毎日は見られないイコールねえ、ダメ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 です。うん、サーノの、じゃあ私のさ、ポニテールの写真を毎日見よう、毎日見よう。あ、今日ちなみにさっきまでね、さっきまで、さっきまででもないけど、あ、ポニーでもないっちゃけど、あの一つに束ねてました。ゴムじゃなくてグリップ、クリップ、クリップで止めてました、さっきまで。そう、私はラクダが今いいの。待って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 、ラクダ、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、一回待とう。ラクダって何のリクエスト？ラクダヘアってこと？あ、1時見た、おめでとう。2時も頑張ってね。うん、今日もお仕事お疲れ様だよ。うん、睡眠時間4時間なくてちょっと眠い。え、ちょっとどころじゃないね、4時間。もう寝なきゃ、もう寝なきゃ。そう、755に書いてくれよったよね。見た見た、755読んでるので、私いや、ちょっと理解し、違うよ違うよ、さっきまででもしてたの、本当に。今日ポニーテール何回かしたよ。で、755見てますよ皆さん。
ナノゴーゴザノンが見てないと思ってるやろみんな。ザノン見てます。うん、しかもナノゴーゴに元気もらってますかなり。なので皆さんナノゴーゴ書いてください、書いてください、ナノゴーゴ送ってください、もっと。はい、そう、そうの、たまにしかナノゴーゴ、うん、コメント返さないじゃないですか。でもめちゃくちゃ元気もらってるんですよ。そう、拗ねてる。でもさっきの時間に戻ったらポニーテールしてるよ。うん、でやっぱそうだよね、みんなサーロンが、私がさ、755見てないと思ってるよね。サーロン755が1日に何回開くことか、何回開いてることか見てます。いや、なんかスマホ開いたら、もうスマホ1回開いたらもう755しますね。はい、それぐらい755見てるので、皆さんサーロンが見てないと思って、あのコメント控えてる方いらっしゃると思うんですが、コメントしてください。はい、待ってます。うん、今日の一時はその場で合格決まった。すごい嬉しいね、安心だよね。755にコメントをしたらポニテはほどいてると思ってます。え、波動のことは卒論にかける。すごい、波動すごいね。あ、待って、明日ん、明日が二次面接じゃなくて違うとこのやつ。そんな次々に、すごい頑張るのだ、頑張ってね。毎日見てるならもう少し多めにコメントしてみるかな。してして、待ってる。そう、あ、別の会社ね、頑張るんだよ。見てるなんて知らなかったからコメント増やそう。そうしてください皆さん、そうしてください、コメント書いてください。うん、めちゃくちゃ見てます。スマホを一回開くごとに755開いちゃうくらい見てます。でもね、そう、サーノンがさ、あんまりコメント返さないから、そう、みんな控えてるんやろうなって思ってた。そう、書いていいですよ皆さん、じゃんじゃん送ってください。なんかさ、みんながさ、今日何があったよとかさ、今日こういうことがあったんだみたいな、なんか報告してくれるのがめちゃくちゃ嬉しくて、そう、そう、おはようとおやすみもめっちゃ嬉しいけど、そう、なんか今日何食べたよとか、今日はどこに行ってこれしたんだみたいな、そう、これ頑張ったよとか、そういうのがね、そういうのめっちゃ、あの、読むの楽しいです。うん、そう、ですね。なんか755とかでさ、なんか面白いコメントとかあったらマミに共有したりしてますよ。その前に返信しなさいってとこなんですけどね。はい、会話してます。そうやってね、そうだよね、一番はコメントをもっと返すことですよね。めちゃくちゃ気が向いたらやってるんで、めちゃくちゃ気が向いたらっていうか、なんかさ、そう、やっちゃう、な、無償に返したくなる時があって、その時にパーって返すんですけど、しますね。
あ、コメント返しに気づいて慌ててコメントする。そう、なんか私がコメント返しし始めるとコメントがいっぱい届くようになるんですよね。そう、不思議な現象、嬉しいです。そう、急にドバッとコメント返すんで、うん、ね、AKB のこと書いてすごいすごい嬉しいな。ポニテになったらコメントする？え、コメント返しポニテールで返してるかもしれんよ。多分ポニテで返してること多いと思うよ。ねえ、今日暑くなかった？今日暑かったよね。最近なんかあったかくない？あるあるって、急いでコメント書くの？嬉しいよね。何一応預けを食らってることでしょ。待って待って、マッチャさん、私あのポニテールの時間長いの。うん、そう、ショールームではロシーが多いけど、そう、お家ではポニテールの時間長いよ。うん、コメントはあまりしてないけどサーノン忘れてはいませんよ。わ、なんかキュンとした、嬉しい、ありがとう。今ランボを見ながらご飯食べてる。ランボって何？ランボって何？週に何回とか何曜日返すって決めたら、いや、そう、なんかね、何曜日に返すみたいな決めたいなって、その一回思ったことあるんですよ。一回思ったんですけどやってないです。普通に忘れちゃったらあれだよ、習慣にすればいいのか、水曜日とか。映画、うん、ランボー、どんな映画？うん、決めても忘れちゃいそう。でも決めたいよね。なんかそういうのあるといいよね。なんかさ、なんかさ、あ、それこそさ、YouTube の投稿みたいなさ、なんか YouTube 決まってる方いらっしゃるじゃないですか。例えば毎週火曜日の7時とか。ね。そういうのも、755のコメントが時間決めようかな。あ、時間じゃない。時間は決めるけど、日、曜日決めようかな。ランボはとても強いです。どんな映画よ。あ、朝ね、今日返します。あ、確かにそれいいかもね。ドゥ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 。シルベスター、うん、シルベスタースタローンさん、どんな方だ。海外の映画なんですね。じゃあ、うん、あ、ゆうちゃんだ、ヤッホー、3日ぶり、嬉しい。英語の方
報告書書くのに頑張れないよって。頑張るんだ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 。これさ、下ろしてる状況からのポニテルって意外と難しいよね。意外といけた？いけてないわ。ゴムがないんだよね。ゴムがないんだよな。なんかここ全然結べてなかった。頑張るのだ。英語の報告書。あいたたた。元気出た？元気出た？元気出たかな？イエーイ。かわいい、嬉しい。意外とポニーテール好きなんですね、皆さん。でも残念ながらゴムがないです。ゴムないな。頑張る、嬉しい。頑張るしかないよね。ポニーテールしたから。ゴムがない、これしかない。頑張ってね。結びたい、もうこの勢いで。よいしょ。ハーフアップ、ちょっともうちょっとかな。ここ辺かな。こんな、イエーイ。あいよやんって。どう、明日の面接頑張れそう？頑張ってね。高めのツインも、それは8の日でやりました。髪伸びたね。ねねねね、髪伸びたねって言うやんね、言うやん。そうの、これでも切ったからね、5センチぐらい。みんな全然気づいてくれないけど、5センチぐらい切ったからね。ね、いつ切ったっけ。いつ切ったっけ。ね、待って、いつ切ったっけな。
いつ切りましたっけ。木曜日、木曜日ぐらいに切ったよ。そう、でも分かんないよね、切った5センチじゃん。でもそのまま分かるんですよ。なんか髪の毛洗っちゃったらさ、なんかさ、髪の毛切ったさ、その日ってさ、めっちゃ、あ、短くなったって思わん？分からん？この感覚みんな。真面目に報告書書くので聞く専門になります。いいよ、マジさん。ハロー、エブリワン。英語書くの？すごいね、英語。サーノに教えてよ。少し切ったの？そう、あの、傷んでる部分をなんかもうちょっとにするよってやっちゃうけど、やったっちゃうけど、どう思いますかって言って、じゃあ5センチぐらい切るってなって、5センチぐらい多分切ったんですよ。なんか変わったなって思った。え、嬉しい。あ、でもなんか 切った日かな、あれ切った日かな、ファンの方、なんか大人っぽいって言ってくれましたよね。そう、切りました。そうなんですよ。そう、前髪は切っちょらんちゃけど、なんかちょっと両減った気がする。気持ちかな、やっぱ切ったよね。そう、前髪は切ってないっちゃけどね。髪の毛切りました。でも髪の毛切ったけど分かるかな。あ、量ちょっと毛量減らしたりしたわ。篠田のレモンありがとう。全然分からんかった。分かってよ、みんな。ねえ、みんな知ってる？女の子ってね、ねえ、みんな知ってる？女の子ってね、変化に気づいてくれると嬉しいよ。そう、みんな気づいてね。そう、分かる人には分かるんです。そうなの。黒い服に黒い髪だと分かりにくい。でも分かりやすいよ。いや、分かりにくいんか。そっか、この画角で分かるかどうか。お察しを。お察しを。知ってる。知ってましたか。ヤス1983さん、レイモスターありがとう。あ、髪の毛伸ばしてる、いいね。親友ちゃんのは気づく？え？私の気づいてよ。イングウェイ、マルムスティーンさん、リボンありがとう。あー、ウランちゃんだ。お疲れ様。今日休みやったというね。お疲れ。私はまだまだですね。そうですね。でも嬉しいよ。あ、前髪切っちゃったらね、気づくよね。確かに。あー、磯風さんだ、ヤッホー。知ってる？ちなみに男は車やバイク変わった時、変わった時、へえ、そうやっちゃ。車やバイク、それさ、気づくもんじゃないと。わかりやすくない？それは物、どうやっちゃろうね。髪の毛の方がわかんないね。でもわかるのかな、どうなんだろう。前髪はわかりやすいね、確かに。磯風さん、かわいい、ありがとう。電気故障、あ、学校の電気がつかんってこと？なるほどね。学生の頃に髪切ったねって言ってくる女の子、なんなんて。え、女の子は気づかれるの嬉しいのね。誰にでも言っちゃうんですよ、気づいたら。そう、前髪だったら一瞬で分かる自信あります。みんな気づきます。みんな気づきます。気づいてほしいよ、前髪は。
っこいいって言われたら嬉しい。そうよね。あ、停電大変。女の子が切ったねって言ってくるのよ。女の子が男の子にってことやろ。変化に気づくのが上手ってことよ。だから男の子も気づいてあげて。皆さん気づいてください、私の変化に。愛してるって言われたら嬉しいって乙女だね。サノンは顔の様子で気持ちの変化に気づきます。顔の様子でそんな顔変わる？そんなに表情変わる？私？ほんと？毎日髪切ったって聞けばそのうち当たるかな。あ、わさっぴさん、わさっぴさん、それはよくない、よくない、よくない、よくない。ちゃんと思った時に言うんだよ。そのまま間違ってた時はまあそれはしょうがないけど、毎日聞くよりはマジかな。繊細なことに気づくのが得意なのが女性。そうね。え、表情すごいわかりやすい。へえ。ね、待って、めっちゃ面白いんだけど。めっちゃ面白いっちゃけど。顔に出てる。隠そうとすればするほどわかる。めっちゃ面白い。じゃあ今どういう気分？髪切ったら職場の女性社員から言われることあります。嬉しいね。めっちゃメイクしてるギャルの子に髪切ったねって言われた。すごい。でも誰でも気づきますよ。今日朝一で教科書だけ取り入ってすぐ帰ってスタバで5時間も待って。うらんちゃん試験の次の日に、面接の次の日に5時間勉強って偉いね。頑張ったよ。女の子から言われるってなんなん？気があるの？って、何何に勘違いしちゃうってこと？でもさ、まあ二手に分かれるよね。誰でも気づいたらパッて言っちゃうのか、言っちゃう子が多いと思うけど、それかちょっと気になってるかとかあるかもね。嬉しいことがあった時の表情分かりやすい。へえ、サーノやすた、変わんないと思うの。あ、サーノもそう、そうね。ファンの方が髪切ったら気づきますね。よく来てくれる方だと特に。次はお友達の練習。偉いね。今日のメイク違うなと思って聞いたら変えてないって言われてたから言いにくくなりましたって。こんばんは。あ、確かに一回間違えるとね。確かに確かにそうかも。あ、でも今日のメイク変えたって聞いた時はね、なんか2種類あるかもしんない。あ、いや3種類ぐらいあるかもしんない。本当に会長の時と、本当に、ああ、いや、待って、違う、あのさ、まあ、変えてない時があるとするやん。それ以外だと、なんか、アイシャドウの色だけ変えたとか、本当に変えたか、それか、メイクがいつもより薄いか濃いかとか、でも見栄え変わるかもね、そうね。なんで分かってくれないの？という顔が一番分かりやすい。どういう顔それ？今は？頭撫でてくる女の子おったけど、 YouTube で動画見たら完全に好きな人にするボディタッチ。いや、頭撫でるとかするんですか？すごいね。それさ、男の子がさ女の子にする行為じゃないってこと？
少しだけ優柔不断、とっても優柔不断、そうね。髪切ったら今度のお話し会の時気づいてくれますか？気づけると嬉しいです。こちらも、早く帰れって言われた、悲しいよ。メイク変わってても気づく自信全くない。ダメダメ、気づいて、女の子がしてきた逆じゃない？普通ドラマとかで見る限り逆やない？こういうことやろ？逆じゃない？逆じゃない？今日は30分、30、40分したら終わりますね。たったら教えてください。頭撫でてくる子可愛かった。でも可愛いね。ソラノは何かを求めるよりポニートで言ってくれることが嬉しいって。ポニートはステージに立つときはポニートが多いよね。30分すでに経過してんの？ね、40分は？ね、40分にする。30分もう経ってるっちゃ早いね。めっちゃ早い。ぬえー、びっくり。何？サロちゃんに頑張った時頭ポンポンしてもらいたいって。頑張ったね昨日。今日の篠太郎だるまさんありがとう。今日のサロの髪ツルントゥルンだね。切ればいいって嬉しい。ちょっとトゥルントゥルンかも。トゥルン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 。確かにトゥルントゥルン嬉しい。体感2分嬉しい。サーノン最近すごく優しい表情してるけど、あ、待って待って待って、サーノン最近すごく優しい表情してると感じるのは俺だけって、なんかいいことあった？全然いつも通りだよ。あ、でも美容室行ったとかそういうのあるかもね。美容室行ったらさ、基本的元気出る、元気出るっていうか、なんかね、なんか気持ちが晴れるっていうか、わかりますか？なんか女の子って美容室行くと多分元気になると思う。元気になる、なんていう、笑顔になる。へえ、嬉しいね。そんな怖い表情してたんですか逆に今まで。今日もお仕事頑張ったから褒めてほしい。みーちゃんお疲れ様。明日久しぶりのバイト？なんかバイトってウランちゃんが言ってるの久しぶりだね。シャンプーリンスは時間かかるんやない？シャンプーとリンスですか。ドライヤーとか。タンタタン。まあ療養期間、そっか。そっか。ナンさん、頑張ってね。まだ仕事終わってらんけど見捨てないでくださいね。全然見捨てたりしないよ。
ありがとう、逆に聞いてくれて。私に出会ってから初バイト？嘘、初バイトだっけ。頑張ってね。初バイトか。なんかショールームでバイトっていう文字見るのがめっちゃ久しぶりだね。じゃあ、トゥ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 、あー受験期間ね、それ休んじゃうよね。正解だよ。なんかさ、顔が、顔変わった？変わってないか変わってないよね。なんかどこか色？なんだろう、なんかいつもよりいい気がする。なんか最近白いよね。ね、変わってないんですけど、最近白くない？あ、でも今日は、昨日が白かったね。え、白いよね。あ、でも昨日の方が白かった気がする。うん。アップがまた可愛い、嬉しい。美白になったって。え、そう、昨日も言ったけど、そう、なんかさ、でも昨日の方が白かったな。昨日の方が白かったね。うん、昨日の方が白かったか。アイドルさんですか？ AKB48 の上見さらのです。日によって白くなる？あるある、全然ある。そういうのなんか恥ずかしいよ、ランちゃん。今日のさ、あの目クリッとしてて可愛いって。え、嬉しい。クリッとしてますか？そういえば白いよねってね。なんか白いですよね。じゃあそろそろランキング見ますね。そろそろ40分経過、ありがとう。13位は磯風さん、ありがとう。12位は小刀さん、ありがとう。11位はピンクのクマさん、ありがとう。10位は浩平さん、ありがとう。9位はピンクカメオさん、ありがとう。8位はイングウェイマルムステイさん、この続きが読めない、ありがとう。7位は篠田らとまくサラの愛してる、ありがとう。6位はなとまくサラちゃんが一番、ありがとう。5位はわさっぺさん、ありがとう。4位はカラスのカーコアットマークルンバニアさん、ありがとう。3位はコウイチさん、ありがとう。2位はドマさん、ありがとう。そして1位はヤス1983さんでした、ありがとうございます。それではせーの、ソラのじゃんけん、じゃんけんぽい。今日はパーです。はい、皆さん今日も見てくださってありがとうございました。それではまたお会いしましょう。それでは今日もゆっくり休んでね。おやすみなさい、ありがとう。バイバイ。